はい、どうもお疲れ様です。クレポンです。お疲れ様です。ミモネコです。はい、下っていきましょい。ということで、ハウトゥーサバイブ2やっていきましょう。はい、キャッシュイ。はい、もう今回は早速、コバックチャレンジレベル30の方をやっていきたいと思います。うん。今回は、なかなか厳しい戦いが予想されます。ふん。何すかの、ふんって。うん。もう今まではね、25ぐらいまでは結構楽勝やったんですけど、25で、まあ、ちょっとね、初めてね、はい、2箇所からの2点攻めにより、はい、下のゲートが崩壊、うん、中にまでゾンビが侵入されるしてくるというね、そうやね、施設ダメージ受けたよね、うん、事態に見舞われたわけなんですけど、まあ、今回レベル30ということで、さらなるね、まあ、ゾンビ自体も強くなってますし、うん、はい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 。うん、かなり苦戦が、ね、予想されるんですけど、まあ、前回の動画でね、回収するはずが、まあ、修理自体はできたんですけど、結局釘が足らずろくに施設が作れなかったか、はい、釘も作らなかったね、うん、このまま行っちゃおうっつってそんな感じでもうめんどくさいからこのまま行こうぜっていう風になってるんですけど、はい、まあ武器自体はね僕らもだいぶ強くなってますんで、うん、まあやられる前にやってしまえばね、はい、何の問題もないでやろうと、大丈夫でしょう、そんな考え、安易な考えのもとやってやろうと思います。はい、よっしゃ、じゃあ行きましょう。よっしゃ行こう。コバック、私のパイロンを設置することにしたのかね。サバイバー素晴らしい、道に迷ったサバイバーの助けになるだろう、うん、君のために作った解説ビデオがあるので、運を味方につけるためにぜひ見るといい。何しろ君がこのチャレンジで勝利するには運が不可欠だからね、ハッ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 。ということでレベル30、はい、また君かサバイバー、さらなる訓練で技を磨きたいのかね。うん、その調子でいけば君もエリートになれるだろう。その勢いはよしだ。その勢いはよしだ。うん、戦略的なキャンプの布陣はできているか。ほんの些細な見落としも命取りになるぞ。君ならきっとゾンビどもをとことん叩き潰してくるに違いあるまい。まあ、コバック、こうやって話を聞きよったらね、うん、あ、なんか普通やけど、やってる、裏でやってることは結構えぐいですからね。そうね、うん、怖い人やで。本当やで。よし、信号の準備ができた。君が受けたらいつでも始められるのは早いな。おー。オッケー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 。キャンプのレベル上限をさらにアンロックするには、君がキャンプの危機を救えることを証明しなきゃならないと。パイロンが返されるキャンプのダメージゲージが空になると失敗だ。キャンプのダメージゲージ、パイロンだけじゃないのか。施設が、うん、あるよ、うん。施設が壊され、あれね、パイロンの、あれかと思ったんですよ。うん。だけど、ちゃうんですね。そうだね、パイロン体力ではないんや、うん、よし、じゃあ当初の予定通りミモネコさんには下の方を見てもらって、僕は上を行くように。おいしそう。で裏のね、池じゃないけど、 なんていう斜めになってるところはあそこは放置で、うん、まあそこは敵が来ないであろうと見越して、うんうん、まあたまに僕が手がついた時に見に行くような感じで行きましょうか。 OK、 はい、ではスタート。はい、9、8、7、6、5と、よし、僕はベリージュースを飲んでおきます。来た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 、いい、おうおうおお、ファストコールな、オッケー、この辺がもうプスコプスコやってたらいいんでね。3分か長いかもしれんな。あ、ちょっと待って、やまったこれ。どうどうどう、やまった。で攻撃できんぞ。え、どういうことどういうこと。下に攻撃ができるってこと。バグったバグったバグった。え、嘘、マジで。あのね、チャット、ああ、あの簡単なチャットが出っ放しになってしまったわ。やばいやつそれ。あ、待って、え、大丈夫。おーおーおお、回転アームが、お、回転アームが振るっております。裏見ていこう。ちょっとマジで攻撃ボタンがね押せんのよ。え、それやばい、やばくないですか、マジで。はい、マジでやばいです。え、ピンチピンチ。ちょっと待ってよ、マジでどうしたらいい。チャットを消す。うん、それができない。
え、もうゾンビどんな感じですか。ゾンビ下すごい器用で。マジでちょっと。はい、あ、回転アームも全然当たらんところから寄ってきてる。ちょっと何これ。ちょやばい。でもこれ一人で全部やってから短時間タイプ。攻撃ができんここ。あ、やばい。ちょっと待って。あ、やばい。ついに終わるか。いや、おわらさん。おわらさんと、このままでは。ああ。上は大丈夫ですか、上は。上。あと1分だ。あと1分だ、頑張れ。大丈夫。回転アーム。上はなんとか、うん。回転アームが。ああ、けど、見張り台の下へ張り付いてる。回転アームがね。いや、もう回転アーム抜けてきてるよ。見張り台を攻撃しよう。作れる。フェンス。大丈夫、もう40秒や。いける。おお。と、ここに作っておいて。オッケー。お、なる、あ、上抜けてきた。あー、やばい。肉の壁になって。うん。任せろ。いや、もう。ああ。オッケー、ナイス。役に立ったやつが1名、役に立ったやつが1名。コバックチャレンジ始まる前にね、チャットを。ああ、やばい。見張り台が壊された。あ、7秒。オッケー。裏はこっち全然来てないよ。よかった。下っか。ナイス。約1名、マジ役に立たん人がおった。誰とは言ってんの。あー、申し訳ない。何どうの、うわー、あ、ここも壊滅状態。おー、うわー。キャンセルも効かんし。シャッターも空にあれば憂いなし。え、建物が攻撃されてるって、うん、中入っちゃう。下か、入ってこられた。なんで入ってきた。もうコバックチャレンジ終わったぞ。まだ、うん、まだ残っちゃったよね。ナイス。うわ、マジで。はーい。いや、危なかった、マジで危なかった。いや、マジで。本当に。一体何をしてたらそんな風になるんすか。いや、んで、コバックチャレンジ始まる前にチャットを出して、おしゃべりしたろうとしちゃったら、そのマークが出たまんまになってしもて。完全にバグっちゅう。ええ、もう何もできなくなった。うわぁ。キャンセルもできん、言葉も発せない。まあ、なんとか終わったきよかったですわ。はい、よかったです。本当気をつけてください。まあ、レベルが30が、アンロック、30から上限がアンロックされたんで、次になったらこのね、テンダライザーっていう振り子式の罠がね、うん、作れるようになりますね。おい、面白そうね。まだコバックチャレンジってあるのか。また君かサバイバー、次のチャレンジの準備はいいか。ありますね、次、必要キャンプレベル35と。おう。一体何本まであるんや、このコバックチャレンジ。てか、早く、ここを修理しとかんと。うん。てか、釘ないき、ここ、やばいでしょ。あ、そうやね、暫時、釘を、調達しに行かな。PG が来たら、はい。お、えらいことになりますわ。え、なんか作れるっけ。あ、そっか。何作る？とりあえず壁か。木のフェンス、高い木のフェンスも作れんな。でもそんなに、とりあえずこれ作っとこうか。
やいやいやいや、ほんまにちょっと危ない、危なかった、うん、なかった。とりあえずここをこう閉じとこう。はい、まあこんな感じでね、グダグダゴタゴタでね、なんとか5バックチャレンジダメレベル30の方終わりました。はい、どうも見ませんでした。ほんまに危なかった。もう今度から何も言わねえもん。いや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 、まあこんな感じでね、たまにはねこういうアクシデントも必要かなと。はい、はい、よし、まあ次回からまたね、うん、キャンプの方レベル上げて施設の方も上げながら、まあ、30がアンロックされたことにより何かしらその受けれるクエストも変わってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、かもしれない、うん、はい、まあ、そういうのも確認取りながらね、また動画の方撮っていきたいと思います。うん、はい、どうも今回はレベル30コバックチャレンジということで、はい、ご視聴どうも、すいませんでした。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。またねー。またよろしく。